ポルックイシもしくはポルサイトはゼオライト鉱物であり、一般的に鉄、カルシウム、カリウム、ルビジウムが地下元素として含まれる。構造式は 2AL2SI4O122H2O。セシウム及び時としてルビジウムの貴重な鉱石として重要である。型タ石との間に一連の雇用体系列を形成する。 当軸68面体の結晶形として分類され、白色、灰色、稀に桃色や青色の塊として結晶化するが、結晶性の良いものが形成されることは稀である。モースコード6.5、比重2.9、モロ性破壊を起こし、液界はない。1846年、イタリア、エルバ島における、ポルックス石の存在について、ドイツの鉱物学者である。 オーガスト・ブライトハウプトが言及したのが、ポルックス医師に関する初めての記述であった。ポルックス医師は、カストライトとして知られていた、ペタライトに関連して発見されることが多かったため、ギリシャ神話の双子の神である、カストルとポルックスにちなんで、ポルックス医師と名付けられた。1848年のカールフリードリヒ・プラットナーによる初めての分析では、高濃度に含まれる、 セシウムの存在が見落とされていたが、1860年に行われた2度目の分析で、ポルックス石にセシウムが含まれることが分かり、1864年にはそれが高濃度であることが示された。ポルックス石は、加工岩質岩石の中でも、リチウムを豊富に含むペグマタイト中に典型的に存在しており、石英、ペタライト、アンブリゴナイト、リシアキ石、 リシアウンも、リシア電気石、スズイシ、コルンブ石リンカイシ、臨海石、ユークリプタイト、シロキララ、総長石及びビシャ長石のような鉱物と関連して産出される。全世界におけるポルックス石の基地埋蔵量については、およそ82%がカナダ、マニトバ州のバーニック湖周辺に存在しており、石油生産の補助に用いられるギサンセシウムの原料として、 ポルックス石が採掘されている。鉱石中にはおよそ 20WT% のセシウムが含まれている。ありがとうございます。